シーフ塩基、シーフ塩基、または、アゾメチンは、有機化合物の分類の一つで、窒素原子に炭化水素元が結合した移民を指す、故障。ヒューゴシーフによって命名された。シーフ塩基は、一般式 R1R2C イコール NR3 と、表され、炭素窒素二重結合を含む、アニリン誘導体から誘導される、シーフ塩基は、特に、アニルと呼ばれることもある。 シフ塩基は、方向属アミンとカルボニル化合物から、嗅覚不可反応によるヘミアミナールの形成を経る、脱水縮合により合成される。ヘミアミナールは続く脱水によって、シフ塩基に変わる。例として4,4ジアミノジフェニルエーテルと、オーバニリンの反応を示す。アゾミチン顔料は、シフ塩基そのもの、あるいは、シフ塩基の一部を置換した構造、特に、 移民を分子構造中に有する顔料、金属錯体顔料金属錯体顔料は高い透明性と濃色と単色の色差が特徴であるがサイドの低さなどから市場性が限定的であり比較的短期間で生産が終了したものも多い具体的にはピグメントイエロー117ピグメントイエロー129ピグメントイエロー150ピグメントイエロー153が カラーインデックスには記載されている。ピグメントイエロー117とピグメントイエロー129は、濃色では、いわゆるオリーブ色で、単色は緑味きピグメントイエロー150は、濃色では低彩度で低迷度の赤み器であり、単色は中きである。チタンジロとの併用で、レモンイエローになると表現されるが、実際には、レモンイエローと呼ぶには随分赤みであり、 幾分宣伝的な表現である。ピグメントイエロー153は、濃色ではやや暗い機代々色を呈し、単色は赤みきである。ピグメントイエロー117、ピグメントイエロー153は、バスフの製品であったが、生産終了。イソインドリノン顔料、イソインドールイソインドリノン顔料は、イソインドールの五印間を構成する炭素と、化合している水素一個を酸素で置換し、 もう一方の水素を脱落させた構造として、説明可能な、イソインドリノン骨格を有する顔料である。具体的には、ピグメントイエロー 109, ピグメントイエロー110、ピグメントイエロー 173, ピグメントオレンジ61がある。傾向を発するが、不安定なイソインドールを、塩素の導入などによって、耐久性を改良した顔料シリーズである。 ピグメントイエロー173は最も緑味で透明性が高い。導入されている塩素原子は2個。これ以外のピグメントイエロー 109, ピグメントイエロー110、ピグメントオレンジ61に導入されている塩素原子は8個で高塩素含量である。ピグメントオレンジ61は構造中にアゾモトを有する。 キノフタロン顔料無水フタル酸黄色顔料のキノフタロンイエローは1968年に開発された。無水フタル酸とキナルジンから合成される顔料でフタロシアニン顔料に匹敵する高い健牢性を備える。効果であるためあまり普及していない。カラーインデックスにはカラーインデックスジェネリックネームピグメントイエロー138が記載されている。 フタロシアニン顔料フタロシアニンの同作体フタロシアニンは4つのフタル酸イミドが窒素原子で加強された構造を持つ環状化合物ポルフィリント類似の構造を持つ略語 PCIUPAC コンペンディアムオブケミカルターミノロジーセカンドエイドオンライン版シフベース IUPAC コンペンディアムオブケミカルターミノロジーセカンドエイドオンライン版 アンルズ。シンセシスオブにマイナス1、メチリデミアミのフィナキシーフェニルイミのメチールから六メタキシーフェノール AA ジャレ発砲、M、ザレイモールバンク2004、M352 オープン、アクセスパブリケーション。ありがとうございます。